今年も残すところ一月半、信楽高原鉄道では毎年恒例のえと切符の販売が今日から始まりました。今日から販売が始まった来年のえと辰にちなんだえと切符、信楽駅から貴生川駅間の大人と子どもの往復切符に可愛らしい辰の親子の信楽焼の置物がセットになっています。えと切符は多くの人に鉄道を利用してもらおうと平成元年1989年に開始して以来毎年の恒例ものとなっています。今日も発売を待っていた人が早速購入に訪れていました。毎年ご購入されてるんですか？もちろん、11月ね、高頃になる、ね、高頃になるんで年が来年来るということで、えと切符は1枚1420円、信楽高原鉄道信楽駅の窓口のほか電話やファックスでも購入することができ、500枚の限定販売となっています。長浜450年戦国フェスとして今年1年を通じて戦国ゆかりのイベントを開催している長浜市では、この週末も各地で関連イベントが行われました。この企画は長浜の戦国フェスティバルの企画の特別企画として、開催させていただきました。おととい11日、市内の浅井文化ホールでは今年の大河ドラマで浅井長政の妻お市と娘茶々役を演じる北川景子さん、そして余呉湖畔賤ヶ岳の戦いで名高い柴田勝家役の吉原光雄さん、俳優2人によるトークショーが開かれました。満員の会場には市民らおよそ450人が訪れ、地元ゆかりの人物に関するトークを楽しんでいました。そのお市と茶々が暮らした小谷城のふもとでは地元住民らによるイベントも開かれました。36回を数えるこの小谷城戦国祭りは、今年は長浜450年戦国フェスの一環として規模を拡大して実施されました。ステージでは戦国時代に鉄砲の一大産地として知られた地元国友村の技を今に伝える国友鉄砲隊と、お隣彦根市の彦根鉄砲隊による演舞などが行われ、会場を盛り上げていました。長浜市内では年内にかけて今後もこうした戦国ゆかりの催しが予定されています。続いて高校スポーツの話題です。週末はサッカー、バレーボール、ラグビーで県予選の決勝が行われ、高校生たちが全国大会への出場をかけ熱戦を繰り広げました。まずはおととい11日に行われた全国高校サッカー選手権大会滋賀県大会の決勝、近江と草津東の戦いは1対1のまま延長戦にもつれ込む大接戦となりました。勝負が決したのは延長後半の終了間際でした。中央引きつけてエリア内のパスが通る、シュートは決まった。近江の途中出場大谷唯人選手のこのゴールが決勝点に。2対1で劇的な優勝を収めた近江が2年連続3回目の全国行きを決めました。そして春高バレー県大会の男子決勝は滋賀の絶対王者近江に比叡山が挑みました。第1セットは近江が取ったものの、第2、第3セットはアタック、ブロックともに勢いに乗った比叡山が連取、互いに持ち味を出し拮抗しますが、近江が第4、第5セットを奪い取り薄氷を踏む勝利。
近江21年連続39回目の春高バレー出場です。一方女子決勝は近江教団社と綾葉の戦い。前回県大会で優勝した近江教団社は直後チーム内にインフルエンザが蔓延し全国大会を辞退。今年はその悔しさを背負い3人の3年生がチームを引っ張ります。結果セットカウント3対0で近江教団社が優勝。3年連続15回目の春高バレー出場です。また昨日12日は全国高校ラグビー大会滋賀県予選の決勝が行われました。黒のジャージ高専カトリックはフォワードバックスが一体となり試合を支配していきます。対する青と紺のジャージ八幡工業、1年生が多いながらも体を張ったプレーを見せます。しかしゲームは20トライを挙げた高専カトリックが圧勝。5年連続13回目の花園出場を決めました。